ここは東洋一を誇る東映動画スタジオ。読売テレビと東映動画の共同制作による新しいテレビ漫画の企画が決定した。プロレス漫画の決定版、その名はタイガーマスク。タイガーマスク。早速絵描きさんたちは虎の顔をスケッチしたり、プロレスの技を研究したりしてキャラクター設計図を作り上げる。シナリオもでき、声の出演者も決定した。テーマ音楽も出来上がって、いよいよ制作開始だ。まず演出は芝居のプランを絵で描いていく。白いマットの、これを絵コンテという。その絵コンテに従って演出は原画家に演出プランを説明する。はじめに原画家はキャラクターの動きのポイントを描き、動画家が連続した動きを描いていく。特にタイガーマスクはプロレスの荒々しい動きを意識的に出すために、ゼロックスという機械を使ってセルロイドに動画を忠実に映し取る。次に彩色係がセルロイドの裏から決められた色を塗る。それと同時に場面場面の背景になる絵も次々と描かれていく。さあ、いよいよ撮影だ。いろいろな指示が書いてあるアニメーションシートに従って背景の絵の上にセルを置いて一コマごとに撮っていく。撮影されたフィルムは編集者によってタイミングよくつながれる。